こうした中、今月1日付で奈良県市長会の会長に就任した天理市の並川健市長と副会長に就任した生駒市の小紫正市長が今日奈良テレビ放送を訪れ、市長会としての抱負とともに新型コロナ対策に対する思いを語りました。この中で並川市長は、12市は人口規模や地理的条件も様々だが、オール奈良県で取り組みたいと話し、小紫市長も12市が連携し合い奈良県を作る一助になればと抱負を語りました。一方、天理市や生駒市が新型コロナ対策として県内にも緊急事態宣言の適用を求める中、奈良県が宣言の要請を見送ったことについては、改めてそれぞれの市長としての立場から主張を述べました。やはり県民の不安と、そして医療従事者の皆さんの切実な声、そしてコロナ禍の対策の負担に耐えていただいている飲食店をはじめとする事業者の皆さんの真摯な声をやっぱりこう聞いていただいて、天理市としては緊急事態宣言が今必要な対策ではないかというふうに思っております。自宅療養を余儀なくされている人がいますので、やはりそういう非常に不安の声が大きくなっていますので、まん延防止重点措置になり緊急事態宣言なり取っていただくことで、しっかりと奈良県一丸となって市町村も協力しながらやっていきたいというふうに、それは一市長としては思っています。